万端に1打席目でね。いや本当そうですね、まあ、しかし海の苦しみなかったですね、うん、ない感じ、はい、勝ち越しタイムリーの西岡と、そして2000本安打達成鳥谷、2人が出てきました。ヒーローインタビューです。放送席、そして甲子園のタイガースの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は見事な勝ち越しタイムリー西岡選手と、見事2000本安打鳥谷選手です。まずは西岡選手、7回同点ワンアウト満塁、どんな思いでバッターボックスに向かったんですか？やっと仕事できたなと思います。同点でセンターにボールが弾みました。改めてどんな思いでしたか？まあ、復帰してからあんまりまだね結果残してなかったんで、何度か、打てたのは嬉しかったですけど、今日はとりあえず鳥谷さんの、ね、2000本安打というのが、あったので、何とかこうチームが勝ってね、気分よく、帰ってほしいなと思います。まあ西岡さんからありましたが、鳥谷さん2000本目はここ甲子園達成しました。どんな思いでしょうか？もう本当にね、このたくさんの、ね、ファンの前で、2000本目が打ててよかったと思います。見事なタイムリーは右中間を低く速く抜ける鳥谷さんらしい打球でした。抜けた瞬間どんな思いでしたか？もう本当にね、負けてる場面だったので、点が入ってよかったなと思います。先週のヒーローインタビューでは、早く打って楽になりたいという話がありました。打ちました、楽になりました？そうですね、これで周りが静かになると思うんで、ここから、楽に野球ができると思います。あと1本で迎えた今日、いつもとは違った気持ちで試合に入ったんですか？いや、もういつも通りね、前打席、集中していこうという気持ちだったので、特別な思いというのはなかったですけど、はい、この2000本まず誰に一番伝えたいですか？そうですね、やっぱり、両親もそうですし、ずっと支えてくれた家族に、この2000本目の、ボールをねプレゼントしたいと思います。鳥谷さんにとってこの2000という数字、2000本という数字、どんな意味がありますか？打てるとは思ってなかったので、なんとかこの数字を残せたというのは良かったと思います。それでは明日からも試合が続きます。まず西岡選手、明日以降へ向けて抱負をお願いします。鳥谷さんが頑張ってくれると思います。という話がありました。鳥谷さん、明日からまた目標を教えてください。頑張ります。今日のヒーローは西岡選手、として史上50人目2000本安打鳥谷選手でした。放送席どうぞ。まあ、本当にこう2000本安打を迎える前の雰囲気というのはね、こう独特の雰囲気がありますし、確かに鳥谷選手がコメントしたように、こう周りもかなり騒がしくなりますからね。まあそういう中では本当にこう集中できるという状況になるのかもしれません。まあでもこう鳥谷選手がヒーローになるという中で、西岡選手が上がって一緒にこうヒーローになるというのは、独特のこう賑やかな雰囲気になるのでいいですね。これはこれでね、サポート役がよろしいですね。なんかこういいアシストをしてますよね。さあ、そして鳥谷、なんと通算2000本安打を達成した日のメモリアルのサインです。価値ありますね。それでは今度は金本監督の勝利監督インタビューです。